いやね、ニコニコ動画の方でね、ギャルガンっていうね、ゲームこの間やりましたけど、ちょっと萌え系のシューティングなんですけど、あれがニコニコで思った以上に再生回数伸びてましてね、300回以上いってるんですよね。ニコニコ動画のね、僕の動画で3桁再生回数いったっていうのはね、非常に久しぶりというか、稀なんで、ニコニコで3桁いくってなかなかないんでね、ちょっとびっくりですね。YouTube の方では30回ぐらいだと思うんですけど、その10倍再生回数伸びてるんで、ニコニコの方は、ギャルガンのね、まあ、ちょっと萌え系のゲームだからかなとは思うんですけどね。ありがとうございました。ちょっと嬉しいです。はい。はい、ああ、戻っちゃった。ちょっと嬉しいですね。すいません、ちょっとなんですけど。本当なら YouTube でそれぐらい再生回数伸びてほしいところがありますね。ニコニコもまあね、嬉しいのは嬉しいんですけど、それとね、皆さん昨日ね、衆議院選挙ありましたけどね、いや散々な結果でしたね。公明党惨敗で、大阪の小選挙区全員落ちましたしね。で、あと、党首までね、落ちてしまったんで、新しくなった石井さんっていうね、党首の方も落ちてしまいまして。もうこれはね、あの時以来じゃないですかね、前、民主党に政権取られた時がありましたけどね、自民党公明党が惨敗して、あの時以来じゃないかなと思うんですけど、あの時が2011年で東日本大震災の年だったんですよね。それの時以来のね、惨敗だと思いますね。いや、まあ、確かに、ちょっとまあ、自民党が不利なのはなんとなく予想はしてはいましたけどね。ここまで、残念な結果だとはね、ちょっと思わなかったですね。しかも公明党が惨敗してしまったっていうのは多分ね、あれですよね、完全に自民党が足を引っ張ったなっていうのが感じられますね。はい。自民党ちょっとね、ここ数年評判悪かったんで、やっぱ安倍さんのね、暗殺されたところあたりから、やっぱりね、宗教問題になってね、で、あと裏金の問題とか、まあいろいろあって、自民党もかなり最近評判悪すぎたんで、その影響がかなり強いのかなって気がしますね。で、意外と、石破さん、総理大臣になってから、えらい評判悪いですね。なんか人間的にはすごくいい人で、だと僕は思ってますけどね。あと、公明党のことをね、結構、評価高いんで、僕的にはっていうか、まあ、うちの家族もみんなそうですけど、かなり評価高いんですけどね。岸田さんもね、評価高かったんですけどね、僕とか、その、うちの両親とか、まあ、公明党の人たちにとっちゃね、評価みんな高かったんですけど、意外と世間的には岸田さんと石破さん嫌われてるなっていう印象が強いですね。なんか麻生太郎さんとかね、高市さんはね、公明党嫌いなんですよね。だから、一緒に公明党とね、組みたくないっていう発言をしているところがあってですね。逆にそっちの方がみんなにね、評価されてるんですよ、世間的にね。まあ、そこはおそらくですけど、公明党嫌いの人、そう、学会嫌いの人がね、支持してるんじゃないかって気がするんですよね。はい。僕的には、まあ、そこはちょっと、あれですよね、侵害というかね、いただけないなとは思うんですけど。はい。で、やっぱり、なんというのかね。
なかなかね、厳しい結果になってしまいましたけど、ただ僕ね、動画で一応、公明党のお願いしてる動画が撮ったんで、一応ね、見てくれた人が100人以上いたんで、YouTube の方100人ぐらいで、ニコニコでは20人ぐらいいらっしゃったんで、お礼言っとかなきゃいけないので、もしかして、その中でもしかしたらね、公明党に入れてくれた方もいらっしゃるかもしれないんで、一応礼を言っとかないといけないんで、お礼を言わせていただきますが、ありがとうございました、本当に。中には、おそらくね、まあ、入れてくれた方もいれば、まあ、批判的なね、まあ、コメントは全くなかったんですけど、批判的な、まあ、反対的な方もいたかもしれませんけど、おそらく僕の動画見てくれてる人は、まあ、そうですね。まあ、多分ね、僕が政治のことを語ること自体珍しいと思うんで、それ見てる人もいれば、ね、そういう、まあ、いるとは思うんですけどね。うわ、かわいそう。ほぼ、下着に近い状態なのに、あんだけ切り刻まれたらもう、かなり痛いでしょ。まあ、やっぱりね、まあ投票率がかなり低かったっていうのもありますけど、ほとんど若い人は行ってないんでしょうね、選挙ね。おそらく、年配の、中年から年配の人が多かったんだと思いますけどね、投票した人はほとんどが。はい。その結果がああいう風になってしまったという感じもします。おそらく20代、30代は行かない人がほとんどじゃないかなって気が、10代とか、10代は行かないな、当然ね。でも18歳から一応選挙ね、投票できるんで、10代、20代、30代は多分行かないんじゃないかな、行かない人多かったんじゃないかなって気はしますね。はい。おそらくですけど。行かなかった人多かったと思うんですけどね。国民の半分ぐらいは行ってないわけでしょうね。投票率が相当低かったみたいでね、今回は。令和とかね、国民民主党がかなり強かったというね。やっぱね、自民党入れたくない人はそっちに入れますよね、多分。だから伸びたんかなって気がしますけどね。おそらく。はい。なかなかね、で、なんかね、民主党がね、もし政権取ったらね、地震が起きるっていうジンクスがあるんですよね。野党ですね、野党が、政権取った時は、大地震が起きるっていうジンクスがオカルト的なね観点でありまして、村山さんが総理大臣になった時、社会党のね、あの時は阪神大震災が起きまして、で民主党がその次にね政権取った時は東日本大震災が起きまして、今度はね、まあもし政権取っちゃったらね、民主党系が、野党がね、取ったらね、南海トラフとかね、関東大震災起きなきゃいいんですけどね、まあジンクスなんでね、まあ、なかなか、まあそれたまたまだと言われたらね、あれですけど、オカルト的な観点で見ればそういうふうにも言われてるんで、で、民主党が政権取ったら、東日本大震災の時に何もできてなかったわけですから、おそらく自民党側の時ね、政権取って、政権ね、やってたら、死者はもうちょっと少なく済んだんじゃないかって気がするんですよね、東日本大震災のね。おそらくね、民主党では何もできないという思われるんですよ。でやっぱりね、で、まあ、共産党は皆さんあんまり入れないとは思うんですけどね、共産党が、まあ、政権取る方は絶対ないとは思うんですけど、共産党が政権取ったら北朝鮮みたいになりますからね、北朝鮮とかロシアみたいに、まあ、共産党主義にね、
共産主義になるとね、まあロシアとか北朝鮮、まあ、極端な話ですけどあれはね、になりかねないんで、まあ、絶対独裁的な政治になると思うんでね、それはみんな避けたいから、共産党には絶対皆さん入れないと思うんでね、はい。で、まあ民主党もちょっとね、民主党はどっちかって頼りないイメージが僕の中ではあるんで、僕とかまあ公明党の支持者からすればそういうね、感じがするんで、はい。公明党の考え方からすればですよ、僕の考え方じゃないですけど、民主党は頼りないというイメージですね。で、自民党も、やっぱりね、頼りないのは頼りないんですよね。だから公明党がついてないと、自民党は頼りないんですよ。だから組んでるんですよ。で、公明党って、基本的に真面目で、結構政策実現してるんですよ、よね。で、特にあんまりこうね、悪い話ないんですよね。公明党って本当にね、純粋にね、真面目に頑張ってる党なんで、ただ皆さん、創価学会が嫌いなだけで、公明党は嫌われてるだけなんで、やってることはちゃんとやってるんですよ、やることはね。ちゃんと真面目にやってて、知らない人は知らないだけなんですよね。知らないで文句言ってるだけで、ただ、創価学会とかね、宗教が嫌いな人だ、勝手にそう言ってるだけなんですよね、好きなことをね。うん。本当は真面目にちゃんとやってる党なんですよね。まあ、分かってる人はちゃんとそこ評価してる人は評価してますよね。評価できない人はただ知らないだけなんですよね。はい。ちゃんと政策とかちゃんとやってるんですよ。うん。真面目に、もうね、地域密着型でちゃんとね、市民の声聞いて真面目にやってる党なんで、長野県の公明党の議員さんも相当ね、かなり、みんな、真面目に頑張ってね、やってますし、まあ、長野県だけでなく全国みんなそうなんですけど、公明党の議員さんってみんなしっかりしてるんで、人格はしっかりした人多いですよ、公明党の議員さんって、本当に。だから、自民党は、まあ、自民党もやつとね、いろいろね、今までもね、問題が、結構問題を起こしたり、頼れない部分もあったり、っていうのあるんで、そこをカバーするために公明党がいるわけですよね。はい。自民党は、一応味方ではあるんですけど、公明党とね、もちろん味方ではあるんですけど、まあ一応ね、頼りない部分とかね、の、お互いのいいとこ悪いところを、そこでね、カバーしてですね、それでやってるっていうところもあるんでね、そこはやっぱりね、見てる人はちゃんと見てくれてますから、知らない人はただ知らないで文句言ってるだけなんですよね。昨日ね、選挙の投票を行われてる時に僕ね、YouTube の動画で、その、衆議院選挙の動画見てたんですけど、僕ちゃんとそういうの見るんですよ。僕意外と全くね、政治のことに興味ないと思われてる。ただね、親が公明党を入れて欲しいからね、入れてるって勝手に言ってるだけだと思ってる人いるかもしれませんけど、僕結構ね、政治のことを結構見てるんですよ、僕。動画とか。うん、意外と見てるんですよ。うん、全く興味ないわけじゃないんですよね。うん。で、二十歳の頃から僕一応政治活動をね、公明党のね、政治活動というか応援活動みたいなことはね、もう二十歳の頃からやってるんで、もう、ずっともう20年以上やってるんですよね。そういう政治活動とか、公明党の活動に関してはね。だから、結構ね、勉強はしてるんですよ、意外とね。うん。知識が全くないわけではないんですよね。選挙活動を ね、友達のお願いしたりとかね、お願いしたり、あと、やったりはしてるんですよね、実は。あと、選挙活動でポスター貼ったりとかですね、まあ、ボランティア活動でやってたりね、ポスター貼りとか、
手振りとかね、信号のところで手振りしたりとかですね。で、選挙のね、車に乗って議員さんと一緒に回ったりね、したこともあります。若い時に、はい。あと議員さんと一緒に家庭訪問もね、したこともありますし、うん、実はそういう活動をね、今まで20年以上やってきてるわけですよ、うん、人にお願いしたり。ただまあ人にお願いするのもちょっと最近はお願いしにくい状況になってきましたね。なんかお願いするときにね、選挙の時だけ言ってきやがってっていう突っ込んでくる友達いるんですよね。確かにその通りです。普段からあんまお付き合いのないね、友達にね、お願いしたらそうやって言われるんですよ、うん、これ地図見ないとわかんないな。これはこれこっちで合ってんじゃないのかな、これ反対で。あ、なに、やばいな。お、ちょっと今PS2 の本体に触れたからですね。あんな出るんですね。こっちでいいんですよね、多分。いや、結構ね、この辺は政治に関しては一応ね、考えてはいます。うちの両親はもっと詳しいんですけど、もちろん。ただね、自民党は確かにだいぶやらかしましたね。本当安倍さんが暗殺された統一教会の問題あたりからちょっとやばいっすよね。いろいろやらかしすぎてるなっていう。だからかなり手をね、手じゃないわ、かなりね、足を引っ張ってるなっていう。おそらくね、惨敗したのはそれじゃないかな。それが公明党にも影響しちゃってると思いますね。公明党嫌われてるっていうのは、じゃ宗教というか、創価学会の関係で、嫌いな人がただ嫌ってるだけなんで、公明党としてはちゃんとやってるんですよね。それ分かってる人は分かってるし、分かってない人は分かった、ただ分かってなくてね、創価学会が嫌いだから勝手に文句言ってるだけなんですよ、皆さんね。はい。知らずにね、内容知らずに文句言ってるのは本当一番情けないし、ずるいです。一番せこいです、それはね。ちゃんと勉強して言いなさいっていうことか、僕は思います、本当に。公明党ってあんまり評判悪いようなね、そのことはあんまりやってないですからね。うん。まあ、全くないわけではないですけど、自民党ほどひどくはないですよ。うん。ここですよね。ここ、あ、ここに入っていっていいんですね。この下に、ホラー穴の中に。うん。